トゥルカナ湖周辺図トゥルカナ湖または、ルドルフ湖は、アフリカ大陸の大地交代にある湖である。大部分は、ケニア国内にあり、北部がエチオピアに属している。面積は6405平方キロメートルで、琵琶湖の約10倍あり、砂漠にある湖としては最大であり、アルカリ性の湖としても、世界最大である。湖の周りは暑く乾燥した地域であり、 火山岩が多く存在している。中央の島は活火山である。陸地の気温の変化に比べて、水温の変化はゆっくりしているため、湖の周りでは強い風が吹くこともある。重川など三本の川がトゥルカナ湖には注いでいるが、トゥルカナ湖から流れ出す川はなく水の減少要因は蒸発のみである。それにもかかわらず、1975年から1993年の 間に水位が10メートル下がっている。さらに、重川のエチオピア領には、大型ダムの建設が進められており、将来的に水利用が進むと、アラル海のように消失の危機に直面する、可能性がある。この湖は1888年に、オーストリア・ハンガリー帝国の探検家テレキサミュエルと、ルートビヒホン・ヘイネル海軍中尉によって発見された。彼らは、皇太し、 ルドルフの名にちなんでこの湖をルドルフ湖と名付けた。1975年に周辺、主に西岸に居住するトゥルカナ族の名前を取りトゥルカナ湖に改称されている。ナイロビから車で3日かかる離れた場所にあるため、ここを訪れる観光客は少ない。現地にはガブラ族、レンディーレ族、トゥルカナ族の三部族が多く生活している。トゥルカナ族はこの湖を アーノムカーリコルと呼ぶ。カーリーコルは、湖岸にある町の一つであるカロコルの語源となっている。トゥルカナ湖の衛星写真トゥルカナ湖は、緑色の植物プランクトンが多いことから英語では、ジェードシーと呼ばれることもある。この湖は、ナイルパーチやティラピアなどの魚が生息するほか、アフリカ最大のナイルワニの生息地でもあり、およそ1万4千頭が生息している。 周囲が乾燥している地域での貴重な水場であるため、渡り鳥の中継地としても重要である。ライオンチーター、キリンなどの哺乳類も見かけられる。テレキの報告書では多く見られたとされるゾウやサイは、現在では、ほとんど見ることができない。トゥルカナ湖国立公園群は、現在、ユネスコの世界遺産に登録されている。シビロイ国立公園は、湖の南岸にあり、 セントラルアイランド国立公園とサウスアイランド国立公園は湖の中にある。湖の中にある二つの公園はワニの繁殖地として知られている。200から300万年前、この湖はもっと広く肥沃な湖であり、化石人類の生活の中心であったと考えられている。リチャード・リーキーはこの周囲で人類の進化を知る上で重要な発見をしている。 200万年前のホモルドルフエンシスの化石である1470番頭蓋は1972年に発見された。最初はホモハビリスと同一のものと考えられていたが人類学者たちの検証により新しい種であると判断された。ホモルドルフエンシスの名称は湖の当時の名前であるルドルフ湖にちなんでいる。1984年にコモヤキメウは コモイルガスターのほぼ完全に近い化石のトゥルカナボーイを発見した。近年ではミーブリーキーが350万年前の頭蓋骨を発見している。世界最大の砂漠港を脅かす隣国のダム、ケニア。フランス通信社、httpww.afpub.com アーティクルエンバイロメントサイエンスイットエンバイロメント 288万3441、907万64082012年9月23日、閲覧。ありがとうございます。